し。はい、お疲れ様です。さ、今日でコロナ発症3日目になりますね。はい、ずっとね、やっぱ相変わらず頭がガンガンします。割れるような痛みがしますね。はい、で昨日も言いましたが、当初病院からは何だったっけ、カロナールを処方されたんですけども、カロナールがもう全く効かないことがね分かりまして、最初と2回目飲んだんですけども全然効かなくて、もう3回目はね、ロキソニン、家にあるロキソニン飲んだんです。まあ、そしたらね、幾分頭痛に効いて、そうで熱も下がって、そうですね、そのカロナール飲んだのが昨日の夕方6時頃だったかな。そこからもうずっと夜中までね、熱も下がって頭痛も割れるような痛みはなくてね、そう結構早めに昨日就寝したんですけど、夜中の1時頃目が覚めてね、やっぱり頭痛くなりだしてね、そうそうで、まあ、トイレ行ったりして、そう、そんでロキソニンと、あとこの咳がやっぱ出るんですよ。最初出てなかったんですけどね、ここに来て咳がすごい出だしてね、このフスコデっていうね錠剤を、喉が咳がひどい時に飲むんですけど、これも飲んでね、そう、それで朝まで寝たんですけど、まあでも2時間おきにやっぱりぐらいに目が覚めてね、熟睡はできません、なかなか。うん、そういやー参ったね、ほんと。明日から行けるかなと思ったけど、行けそうないわ多分仕事。うん、甘く、まあこれ2回目なんですけど、俺コロナに感染したの。一番最初はね、コロナが流行しだした年に多分確かなったんですよ。その時はちゃんとね、1週間ぐらい休んだんですけど、うん、違う、あれはね、年末になってね、正月休みずっと寝込んどったんですよ。そうそうだから今日16でしょ、明日17、18までが18までが一応外出を控える推奨期間なんで、本当はね土曜日から仕事に行ってもいいという、外に出てもいいというあれなんですね。うん、でも下手したら後遺症でね、その土曜日以降もずっと頭痛が続く場合もあるしね、最悪の場合肺炎になる場合だってあるみたいですし、コロナってね肺炎なんでしょ、その咳がすごい続くと肺炎になることもあるみたいなんで、うん、ちょっとね無理するなと思ってます。はい多分明日の復帰は無理っぽいな。まあみんなね、いろんな家族とかね言っても、やっぱり親戚のおじさんも昨日ね、YouTube 見てくれてるんですけど、親戚のおじさんもね電話してきてくれてから、うん、当分休めみたいな感じでね言ってくれましたし、なんか今日食材を届けてくれるみたいなんで、玄関先までね、そうで昨日の夜もね、うちの親が玄関先まで食料とか届けてくれてね、いろいろリンゴとかね、そうちょっとこれ汚い気見せれんけど、リンゴをね丸かじりしました久々にねリンゴ丸かじりして美味しかったね。そして結構ね、リンゴ丸かじりするとね、1個丸々食べるとお腹膨れますね。うん、朝からね今日リンゴ1個丸かじりして、そう、まあ、あとはこんなビダインゼリーとかね、ソイジョイとかね、ソイジョイとかはあんま食べたことないけどね、でいろいろ、まあアクエリアスもいっぱい買ってきてくれたし、うん、周りに助けられております。外に出れるのでね、やっぱり、うん、はい、そんな感じでね過ごしております。だからやっぱり薬が切れると頭も痛くなるし、熱も出る。まだ昨日今朝方もね8度4分まだ熱があった。うん、そうで
何時だったかな、朝起きて7時ぐらいだったかな、ロキソニン飲んだんですね。で、今12時過ぎぐらいなんですけど、昼の。やっぱり頭がグワングワンする感じ。その締め付ける頭痛はないけど、やっぱ頭痛はありますね。一時のね、僕は髄膜炎になったことがあるんですけども、14、5年前ですけど、髄膜炎になった時の頭の痛さ、ぐわーっと締め付けるようなね、あれもきつかったですけどね、あれになった時は本当、2週間ぐらい入院してね、こっから背骨からね、注射してね、髄液抜いたりしてからなんかいろいろ注射したりしてね、治療しましたけど、あれも本当つらかったけどね。まあ、まだこれはね、ロキソニンが効いて一時的に頭痛が和らぐけいいですけど、薬ばっかり飲みよったら、いつがその正常な状態なんかがわからなくなってくるんでね。薬が効いとるけ正常なんか、これ治っとるけ痛くないんかとかね、が境目がわからなくなってくるんで、ちょっと次はね、本当に痛みがやれんくなるまで薬はちょっと控えようかなと思います。で、昨日の動画でのね、コメントでも結構あったんですけど、なんで病院はこのカロナールが効かないって分かってて処方するんですかねっていうコメントもいただきましたし、やっぱ皆さんね、口を揃えて言われてましたね。カロナールは効かないって。ロキソニンがいいよって。そう。で、私はイブをおすすめしますとかね。そう、もともと僕はね、イブクイックデラックスを痛み止めとしてね、頭痛持ちなんで、片頭痛があるんで、イブクイックデラックスをずっと処方してたんですけどね、服用してたんですけど、今ね、ロキソニンが家にあったんで、それでなんとかだましだまし過ごしております。そんな感じです。まあ、だから今日で発症3日目、あとは4日、5日、明日、明後日だね。本当は安静にしとかないといけない。推奨期間なんでね。18日まで。だから土曜日から仕事に、本当ならね、出れるという感じなんですけどもね。まあ、しんどいですね、本当ね。ならないのが一番ですけども、こればっかりはもうマスクしとってもね、あんまり効果ないって聞きましたよ。正直。でもまあ、した方がいいと思うけど、インフルも流行っとるし。まあ、なったらなった時です、本当にね。もう、療養するしかない。これは運もあると思うし。どうしてもね、そういう人混みの中に行かないといけないっていうこともあるんでね。その子供のイベント、習い事のイベント行事っていうこともあるし。ね、そういう方もたくさんいるでしょうからね。まあ、本当に、感染対策。マスク、手洗い、うがい。マスクはあんまり効果はないと聞きますが。まあでもしてた方がいいと思いますけどね。そうやって予防していくしかない。で、それでもなる人はなるし、もう仕方ないです、これは。ちょっと痛みと、ね、戦うしかないです。何日間かね。はい、そんな感じです。ということで、今日は、発症3日目の様子でした。ちなみに私、ワクチンは打っておりません。1回目もこんな感じでした。2、3日頭痛が続いたと思います。では、経過報告でした。発症3日目の経過報告でした。終わります。